はい、こんにちは、フォーシーズンデザインラボ代表の山下です。はい、今回ねご紹介させていただくのは、前回お見せしましたライトフィルムジャケットと、同じあの素材で製作しましたディライトの、こちらのライトフィルムポンチョです。これポンチョです。このポンチョはね、雨の日の、自転車通勤や通学、トレッキング、スポーツ観戦などで、まあ、いろんなシーンで活用できる万能アイテムなんですけども、特にね、自転車走行時により快適に使えるように、ポンチョ内部にね、細かいいろんな仕掛けがいくつか隠されています。今回は、まあ、お客様からのね、お問い合わせもたくさんいただいているんで、今回このポンチョ内部の機能性パーツの使い方をご紹介していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、早速、ポンチョ着て自転車乗ってきました。はい、今日は札幌もね、29度あってめちゃめちゃ暑いんですけども、ちょっとこちらの機能性紹介したいと思います。まずね、1つ目なんですけども、このポンチョのこの袖口のところにですね、このフック2つついてるんですよ。これね、バックフックって言いまして、これですね、何するかと言いますと、このフックを例えばですけども、パンツのループ、ベルトループだったり、もしくはこのバックパックのこの辺ですよね、ザックのところに引っ掛けて自転車に乗ると、よく皆さんね、こうポンチョの時ってバタバタバタってこう風で煽られちゃうんですよ、下から。これを防ぐためにこのバックフックがついてますので、これを引っ掛けてバタつきを抑える、これがこちらのバックフックの機能になります。じゃあ実際ちょっと使ってみますんで見ててください。はい、では早速まずは、何もフックつけない状態で、自転車乗ってみますんで、じゃあ見ててください。行きます。はい、じゃあ次はここにバックフックつけてちょっとやってみますんで、ちょっとこの辺のバタつき見ててください。じゃあ行きます。こんな感じでした。次にですね、先ほどはこのバックフック後ろ側ですよね、この後ろ側の使い方だったんですけども、じゃあ前の方ですけども、これじゃ何に使うんですか。これはですね、もう一つここにループついてるんですよ。でこれと接続して、ここに腕を通すことによって、ポンチョのこの袖付きタイプにもなれる、こういう機能です。とても便利です。はい、次にねご紹介したいのは、こちらですね、前についてますバスケットフック、これは、マジックテープがついてるフックになるんですけども、こういって、まあ、前にカゴがついてて荷物を乗せてる時に、まあ、どうしてもこれが雨に濡れちゃうんで、この機能を使ってカゴごとポンチョで覆えるというフックになります。今回ちょっとカゴの、ね、穴が小さいんでちょっと通しづらいんですけども、まあ、本来であればね、ここにこう通してここに固定させます。実際こんな感じになります。は
はい、実際はねこんな感じで、カゴに乗せてる荷物も雨に濡れないようにきちんとポンチョで覆うことができます。ちょっとね僕あのサイズねこれ一つ小さいサイズ着てるんですけども、本当ではもうこれの L サイズありますんで、男性の方は L サイズで丈の長いもの着てくれればちゃんとこの辺も隠れます。はい、実はこのバスケットフックなんですけども、もう一つね機能があって、例えばこういうクロスバイク、まあ、こういうバイクのタイプでも、まあ、カゴがないタイプでも実はこれ使えるんです。ちょっとやってみますね。でこのハンドルの部分にさっきのマジックテープをまあ簡単に引っ掛けて、夜の走行中ってこういう風にねライトを点滅してると思うんですけども、もちろんこれがこう隠れちゃうとライト見えなくなっちゃうん でこのポンチの場合はこういう風にライトに被らなくても雨をしのげる、まあ、こんな感じですよね。そういうバスケットフックの機能もあります。はい、こちらの商品の詳しい詳細はあのまた概要欄の方に記載してますので、ぜひ、チェックしてみてください。それでは、今日はこの辺で、また次回の投稿お楽しみに。